改札口愚明寺駅は神奈川県横浜市南区愚明寺町にある京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は KK43。湘南電気鉄道が小金町駅浦賀駅、湘南寿司駅を開通させた際に開業した。駅用地は広明寺の裏山を買収したもので、駅舎を自社作りとすることを条件に提供された。なお、 1914年には横浜電気鉄道の軌動線が広脇寺停留場まで開業していたが、こちらは後年開業した横浜市営地下鉄と同様に鎌倉街道上へ付設されており、当駅からは離れていた。開業後は利用者の増加に伴い改良が進められ、京上駅社会や駅前整備、ホームの延長などが実施されている。 1987年には、ホーム有効庁を8両編成対応とし、休行が夕夜間の下り及び朝ラッシュ時に限り停車することとなった。しかし列車運行形態の変更に伴い、1999年以降は、再び普通のみの停車となっていたが、2010年のダイヤ改正で11年ぶりに当駅停車の優等列車が設定された。 ホーム試験導入された青色防犯等8両編成対応の相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で橋上駅舎を有している。ホームは概ね南北方向に伸びており、駅舎は北側に位置する。開業時は広脇地を模した朱塗り瓦屋根の個性的な駅舎だったが、利用者増加に伴い1984年12月、近代的な橋上駅舎に建て替えられた。 ホーム上大を通りの証明には自殺による死傷事故抑制のために青色防犯等が試験的に導入されている。2019年度の1日平均乗降人員は29,663人であり、京急線全72駅中20位。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は下表の通り、当駅、 横浜市へ地下鉄組明治駅の位置関係駅のすぐ東側に随王山連芸院広明寺が位置し周辺はその門前町として栄えてきた土地である当駅付近から鎌倉街道にかけて東西に延びる広明寺間の通りは商店街として発展した1957年には全長270メートルのアーケードが架けられ2001年に かけ替えられると312メートルの規模となった。商店街を東へ抜けた地点を南北に伸びる、鎌倉街道の地下には、横浜市営地下鉄ブルーライン、沼王寺駅が設置されているが、当駅からは約600メートル離れている。商店街の中ほどを横切る大岡川に架か,かる観音橋から井戸ヶ谷駅近くの鶴巻橋に至る川沿いは、大岡川プロムナードと呼ばれる。 桜並木になっており、桜開花の季節になると地元の花見客らで賑わう。また、駅の南方には、京急グループの京急開発が運営する、黒湯天然温泉、三浦湯が立地する。ここでは2008年9月までは、三浦市で採取した海洋深層水を使用していた。2015年4月1日には頭上を走る。 京急本線効果の耐震補強工事のため一時休館となったが、ちょうど1年後の2016年4月1日より営業を再開している。なお企画乗車券として、京急線各駅から、久明寺駅までの往復乗車券と、三浦湯の入湯割引券をセットにした、広明寺三浦湯切符も発売されている。駅前への乗り入れはないが、 北側徒歩2分ほどの平戸桜木道路上に広脇寺口バス停がある。また、南側の広脇寺商店街を通り徒歩10分ほどの市営地下鉄組明寺駅付近には広脇寺バス停がある。こちらについては広脇寺駅バス路線を参照。ありがとうございます。